皆さんどうも、今回は J1 第2節のサンフレッチェ広島対アルビレックス新潟、この試合について振り返っていこうと思いますので、最後までお付き合いいただけると嬉しいです。では早速やっていきましょう。この試合はアルビレックス新潟が強さを示した一戦だったんじゃないかなと思いました。僕は現地で観戦させていただいて、そしてもう一回家に帰ってダゾーンで見返してみたんですけど、やっぱりアルビレックス新潟は強かったです。攻守においてのスペースの管理がかなり上手くて、でなおかつそのスペースの共有だったり、で誰がどこを止めて誰がどのようにして不利になっていくかっていうのがめちゃめちゃ上手くて、でなおかつ全員ボールを扱うスキルっていうのがかなり高いので、そりゃ強いよなっていうのはめちゃめちゃ感じました。はい、じゃあなぜ前半サンフレッチェ広島は苦しんだのか。アルビレックス新潟はうまく攻撃を仕掛けて、で2対0で前半を折り返すことができたのかっていうことについてをまずは話していこうと思います。この試合はサンフレッチェ広島がかなりハイプレスを仕掛けていく中で試合が始まっていました。でサンフレは開幕戦の後半同様に松本選手を前に上げて、でベンカリファー選手と三田選手がセンターバックに対してプレスをかけていく形をとっていました。で河村選手がコウ選手まで下がって、で松本選手が秋山選手を見る形を作り出しています。でそうすると藤原選手と堀米選手に対してはウィングバックの選手、中野選手と柏選手が出ていく形になるんですけど、ここでボールを動かしていく中でアルビレックス新潟はまずはやっぱり背後を狙っていきます。下から前進するんじゃなくて、まずは遠くを見て、でスペースがあるところを見つけてそこを狙っていくっていう、このシンプルな戦い方っていうのがまず一つ見ていてやっぱりいいなと思いました。まあ、だからこの中野選手だったり柏選手、ここが出ていくところの背後、この水戸選手と太田選手、特に太田選手に対してのこういう背後へのボールっていうのは前半かなり多かったですし、立ち上がりは特に。だから佐々木選手が配送する形があって、かなりサンフレッチェ広島はピンチになっていったんじゃないかなと思いました。で、ここを太田選手のところを佐々木選手が抑え始めると、柏選手も下がってくるようになるんですけど、そうするとやっぱり空いてくるのはこの藤原選手だったり、逆だったら水戸選手に対して中野選手が下がってくる。まずは下がった場所から、出る形が多くなってくるので、この堀米選手と藤原選手、ここが空いてくる形が多くなってきていました。で、千葉選手がボールを持った時に、三田選手がプレッシャーをかけるんですけど、この時に秋山選手が出てくること、で、堀米選手がしっかりとここでポイントを作れるっていうのがとても良くて、で、ここのスペースはかなり空いてきていたので、ここに、伊藤選手だったり、まあ、鈴木選手がこういう風に降りてくることで、しっかりとボールを引き取ることができていましたし、ここに、水戸選手がこういう風に入ってくると、中野選手がついてくる形が多かったので、堀米選手が外側でボールを受けることもできていましたし、鈴木選手が塩谷選手を止めといて、で、水戸選手がここに入ってくることもかなり多くあって、瞬間的にここで数的優位を作りつつ、で、伊藤選手が流れてくることで、しっかりと、ボールを引き取ることっていうのができていて、この野津田選手が中央でさらされることがかなり多くあって、サンフレッチェ広島は、この松本選手が前に出ていくことを利用されて、で、なおかつ、ここをこういう風に使われてしまうと、逆の甲選手だったりが、こういう風にボールを受けることができますし、仮に野津田選手がここで間に合ったとしても、このレイオフでこっち側を使われてしまって広い方に逃げられてしまうっていうのがサンフレッチェ広島からするとかなり苦しかったですし、アルビレックス新潟からするとここをうまく共有しながらスペースを使ってで攻撃を仕掛けることっていうのができていたんじゃないかなと思います。当然伊藤選手がめちゃめちゃいい選手で、本当にボールの扱いだったり場所を取るセンスっていうのも本当にいいですし、でタイミングもかなりいいんで、本当にセンスがあって上手い選手だなっていうのは現地で見ていても感じましたし、ダゾーンで見返してみても本当に感じる一戦だったんじゃないかなと思いました。はい。で、サンフレはだんだん、まあプレッシングがはまらなくなってきていたんで、ミドルブロックに変えることを選択していました。それがこのような立ち位置になるんですけど、基本的には逆のウィングバックが下がってきて、ボールサイドウィングバックが上がっていってっていうプレッシングになるんで、442のように見えるんですけど、デン選手と
千葉選手に対しては満田選手とベンカリファー選手、この2人がプレスをかけることがミドルプレスのスイッチになっていました。で、甲選手と秋山選手に対しては松本選手と野津田選手、ここがしっかりと、捕まえる形を取っていくんですけど、前半の問題点、大きな問題点としては、ここのファーストプレッシングプレイヤーとセカンドプレッシングプレイヤー、一番後ろの最終ラインのプレッシングプレイヤーがの連動がかなり薄くて、だからこそアルビレックスに先制点を奪われてしまっていたんですけど、あと千葉選手の縦パスっていうのは本当に健在で、この試合もそれが光っていたんじゃないかなと思いました。じゃあ例えば満田選手がこういう風に出ていった時に、秋山選手に対して松本選手もついていくんですけど、この堀米選手に対しても中野選手がついていって、ここの門がかなり広がっていて、で野津田選手も甲選手を意識するので、この伊藤選手が浮く状態で、なおかつここの塩谷選手に対して瞬間的に数的優位な状態、サンフレからすると数的不利な状態になってしまうんで、ここから伊藤選手にボールが入ってしまうと、やっぱり前を向く技術も高くてターンが本当にうまいん でそこからのビジョンも本当に非凡なものを持っていて、でスルーパスもすごい上手なんで、セレッソ大阪戦もそうでしたけど、彼のこのビジョンっていうのは、攻撃のビジョンっていうのは本当に一級品で、ここから攻撃を仕掛けることっていうのがかなり多かったんじゃないかなと思います。特に前半は。でもちろん伊藤選手がここに残って、水戸選手が入ってきてここでボールを受けて攻撃を仕掛けるってこともありましたし、本当にここの塩谷選手だったり逆の佐々木選手が不利な状態から守備に入ってしまう状況が多くて、それを作り出したアルビレックス新潟はさすがだなと思いましたし、ここでマークを捨ててジャンプして出ていくっていうのは定石なんじゃないかなと思っていたんですけど、やっぱ水戸選手だったり鈴木選手だったり太田選手がしっかりとここでセンターバックを止めていたんで、ジャンプしづらかった。で、なおかつここの3枚とここのセカンドラインが少し広がってしまっていたんで、このライン間でボールを引き取られてしまっていた。アルビレックス新潟からすると、ライン間でボールを引き取ることができていたんじゃないかなと思いました。で、これがアルビレックス新潟の攻撃とサンフレッチェ広島の守備の局面になるんですけど、サンフレは前半攻撃でもかなり苦戦していました。なぜ苦戦していたかっていうと、内側を使えなかったからです。なんで内側を使えなかったかっていうと、手前でボールを持った時の選択肢だったりアイデアがかなり少なかったことと、で、それに付随して松本選手がどうにかしようとして、ここのセカンドトップと場所が被ってしまっていたっていうのが大きな問題になっていたんじゃないかなと思いました。で、なんでそれが起こってしまっていたかっていうと、内側でボールを受けたいがために、まず相手を動かすことを怠っていた、相手を動かすことをしなかったからだと思います。だからこそ、手前でボールを受けて、こういう風に相手を動かして、外側を使うんだったら、ズレを作ることができるんですけど、この3センターバックの塩谷選手だったり、佐々木選手があまりボールを持ち出すことを前半は行っていなくて、ここから内側に差し込めないんで、外側にボールを出すことっていうのがかなり多くなっていました。んで、河村選手はどっちかって言ってやっぱ3列目の選手で、このライン間でボールを受けるっていう、ポジションの修正がまだあまり得意じゃなくて、だから松本選手はこういう風に抜け出していくことで、ここを動かしてここでボールを受けることができればよかったんですけど、その作業が少なくて、だから松本選手はここに抜け出したとしても、河村選手がボールを受けれずにまた立て立てになって、で当然ここでハマってしまうんですけど、ここでハマった時にじゃあどうなるかっていうと、ネガティブトランジションのところで野津田選手がまた晒されてしまって、鈴木選手も伊藤選手もスペースを管理しながらボールを受けることがかなり上手だったので、だからカウンターを食らうことがかなり多かったですし、ネガティブトランジションのところで圧縮しきってボールを奪い返すっていうこともサンフレッチェ広島は難しくなっていたんじゃないかなと思いました。ここの無秩序な感じで松本選手だったりがとかベンカリファ選手も流れていくんで、フィニッシュワークのところ、クロスを上げた先での迫力っていうのがかなり薄くなっていて、それがサンフレッチェ広島は前半かなり苦しんだ要因になっていたんじゃないかなと思いました。前半は本当にスペースの管理もあまりできていなかったですし、そのマークの受け渡しだったり、センタートップが外を流れた時に中をどうするのかっていうのも曖昧でしたし、ネガトラのところで管理が結構カオスな状態で、そこが本当に苦しくなった要因になっていたんじゃないかなと思いました。その松本選手のいいところを
出したいがゆえに、ちょっとネガトラのところの設計が曖昧になってしまっていたんじゃないかなと思いました。で、それを行っていく中で、手前でアイデアがなくて、で、なおかつ LINE 間で受けれる人がかなり少なかったんで、だからこそ外外になって、アルビレックス新潟からすると、ブロックの外で回している状態、で、なおかつサンフレが勝手にバランスを崩してって、中央を開けてくれる状況になっていたんで、アルベレックス新潟からすると、ボールを奪ってすぐに攻撃に移ることが容易だったんじゃないかなと思いました。はい。で、結果2対0でアルベレックス新潟が折り返すことに成功したんですけど、ここからが怒涛のサンフレの攻撃で、この修正力はやはりすごいなと思いましたし、スギッペさんさすがだなと思いました。じゃあどのように何を修正したのかっていうことについてを話していこうと思いますので、こちらをご覧ください。まずは保持の局面です。圧倒的に変わったのは、塩谷選手と佐々木選手の持ち運びが多くなったことで、それに付随して森島選手が入ってきていたんで、森島選手がここの2トップの脇と秋山選手と水戸選手の手前に降りてくることで、ここを止めることができるんで、塩谷選手が持ち運ぶことができるようになっていました。で、そうすると、誰かを動かしてからボールを出すことができるん で、森島選手がさらにここに入ってきて、ここで平行を受け取ること、引き取ることができていたんで、この作業によって、サンフレッチェ広島は簡単に前進することができていましたし、で、ここで相手がステイしていれば、そのまま塩谷選手が、持ち出していくことで、で、ピエロス選手だったり、マッシム・ベンカリファー選手がこういう風に流れていくことで、ここでボールを、奥でボールを受けることができていましたし、ここの4枚で攻撃を考えることもできていて、で、なおかつ流れたとしても、東選手だったり河村選手だったりベンカリファ選手で中の迫力をそのまま維持することができるんで、人数を揃えることができるんで、クロスからの攻撃っていうのもかなり迫力があって、本当に保持の局面が大きく変わったんじゃないかなと思います。これはなぜかっていうと、森島選手が手前でのアイデアと現地で見ていると、やっぱり身振り手振りで運べだったり、ステイしろだったり、あっちにパスを出せだったり、動けとか抜け出せとか、そういうジェスチャーを加えながら周りを動かしていて、で、それが本当にハマっていて、んで、こっちの右サイドに寄せた時に逆の左サイドの東選手までボールを届けることができていて、で、ここで、本当は縦突破できる選手がいると単独でクロスまで行けるんですけど、東選手の良さはそこじゃなくて、ここからアーリークロスと奥を通る河村選手の良さを発揮するために、フリーランの良さを発揮するために河村選手がいて、東選手からのパスを河村選手がこういう風に受け取ってクロスから攻撃を完結させるっていう風なものも見えましたし、本当に森島選手が入ってきて、で、なおかつ 3-5-2 にしたことで大きな変化があって、で、その変化がやっぱ塩谷選手と佐々木選手がボールを持ち出せるようになったこと。で、その安心してボールを持ち出すことができて、内側も外側も奥も使えるようになっていたんで、本当に昨シーズンサンフレが最も猛威を振るっていた攻撃が後半はできていて、見ていてワクワクしましたし、その、いつゴールが入ってもおかしくないなっていうのは、本当にひしひしと伝わってくるものでした。アルブレックスサポーターからすると本当に怖かったんじゃないかなと僕は思っていますし、この後半のサンフレの戦い方っていうのは昨シーズンを彷彿とさせるもので、その僕たちが待ち望んでいるサンフレッチェ広島だったんじゃないかなと思いました。これが攻撃の局面で、守備の局面でも大きく修正をしていて、その修正っていうのがマーカーをしっかりと意識させることです。これがもうシンプルにハマっていて、この伊藤選手、前半は伊藤選手がセンターハーフの背後でスペースを見つけてうまく引き取っていたので、それが問題だったんですけど、そこの問題をこの3枚でしっかりと当てはめていくことで、マーカーをはっきりさせる、マーカーの担当をはっきりさせたことで、アルビレックス新潟はかなり窮屈な状況になっていたんじゃないかなと思いました。で、その、多分スキッペさんからカツが入ったんでしょうけど、目の色が変わって、本当にプレッシングの強度もまた一段階上がっていましたし、このウィングバックがサイドバックまで出ていくこと、で、センターバックもセンタートップで捕まえていることで、手前を使えずに、そのまま蹴り出すか、もう蹴り出すことさえもさせずに、ここの中央で奪うことが、とか、ここのサイドで奪うことができていて、サンフレッチェ広島は。だからこそ、本当にずっと攻撃の局面、敵陣でプレーをすることができていたんですけど、
それでもアルビレックス新潟は最後の最後で体を張ってゴールを守るっていう闘志も燃え尽きなかったですし、本当にアルビレックス新潟強いなと思いながらこの試合見させていただきました。現地で見ていてどうしても勝ってほしかったんですけど、これはやっぱアルビレックス新潟が強かったなって思いましたし、本当にいい試合をありがとうございました。アルビレックス新潟さん、わざわざ遠くからこっちまで来ていただき本当にありがとうございます。面白い試合を見れたんで、敗戦はとてもとても悔しいですが、アルビレックス新潟さんが本当に強くていい試合ができて本当に楽しかったです。はい、いやー勝ちたかったですけど、後半のあの流れの中で1点取れなかった、早い時間で1点取れなかったっていうのもサンフレッチェ広島の課題だと思いますし、何本もあったコーナーキックでまたもゴールを割ることができなかったっていうのも一つ大きな課題として改善しなければならないところだと僕は思いますし、後半の戦い方を、まあ、ずっとシーズン通して続けること、試合中を通して続けることは難しいと思いますけど、前半の対応をもうちょっと変えて1対0とかで折り返すこと、もしくは0対0でも折り返すことができていれば、また大きく試合展開が変わっていたんじゃないかなと、試合の結果も変わっていたんじゃないかなと思うような一戦でした。本当にスキッペさんの修正力は健在ですし、的確なものなんで、次節はアウェーで横浜 F マリノス戦ですけど、ここでなんとかマリノスを叩いてシーズン初勝利、そしてここから一気に波に乗れるようにサンフレッチェ広島をこれからも応援していこうかなと思います。はい、本当にアルビレックス新潟さん、いい試合をありがとうございました。はい、本日も長々と喋らせていただけましたが、今日はこの辺りで終わろうと思います。チャンネル登録と高評価していただけると嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。